おはようございます。本日はですね、今から広島の方に、ちょっと旅行というか小旅行行きたいなと思います。一応表向きは旅行と言ってるんですが、本来の目的はちょっと企業の方にお邪魔させてもらうのが本当の目的なんですけども、現在朝6時半ということで頭が回っておりませんが、ぼっちら向かいたいなと思います。向こうに10時ぐらいに着く予定になってますので、夫婦で行きたいなと思いますので、隣には嫁がいてます。今日は広島でタイを食べると思いますが、楽しみですか？楽しみ。ではタイを食べに行くか。行きましょう。タイを食べに行くのがメインじゃないけどな。うん、ダメよ、それは。そりゃそうやんな。君はタイを食べに行くのがメインやろ。うん、そんなことないよ。じゃあ行きましょうか。では行ってきます。はい、それではですね、広島の福山の方に来ました。で、ちょっと会社さんの方に今来ててですね、この今から後ろのところの会社の工場の方でちょっと見学させてもらって、いろいろ話聞かせてもらうっていうのが今日のメインの出張となっておりますので、この後はちゃんとマスクして、感染対策をしていっていきたいなと思います。ではカメラマンよろしくお願いします。今日のカメラセットはどんな感じですか？あ、車の中にあります。あ、わかりました。はい、じゃあちょっとよろしくお願いしますね。はい、お願いします。はい、では行ってきます。はい、ということで、あれから2時間ぐらい、3時間ぐらい経って終わりました。僕はですね、もうちょっと顔見てもらったら分かる通り、ちょっと疲れてはいてるんですけども、次は嫁蔵が元気で歌い出しております。今撮影始めたからいきなり歌うのやめましたが、そしておすすめのラーメンを聞いてですね、おすすめのラーメンが尾道ラーメンがあるらしいので、そこにちょっと行きたいなと思います。そしてラーメンをたら次は温泉。まあ観光はな、できひんからな。そうね、ちょっとおとなしくしましょう。なので観光はできないんで、ちょっとおとなしくホテルにラーメン食べてからも、降りたいなと思います。では以上、疲れた卓上でした。もう俺はだいぶ眠たいよ。もうだって俺の仕事終わったもん、これで。俺もう広島これでおしまいやで。君は今からスタートか知らんけど。いや、私ももう結構な十分な収録あってるの。楽しかったな。さて、それでは福山市内に来ました。ラーメン楽しみやな。リア700円。靴どうですか？なんかちょっと靴ずれしてる、右。そう、かかとが痛い。ほら、高くなっちゃった。どうしてだろう。いつも出かけたら靴ずれしてるよな、うん、ちょっと大きいのかな、靴が。なんか動くのかな、こうやってキュ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 。分からんけど、ちょっと足、かかと痛いな。あれやもんな、今日も修学旅行の前の小学生みたいに喜んで準備してたもんな。そうよ、楽しみだった。そこ左曲がったとこにあんねん。並んで縫うやね。うまかったな。うまかったね。どうやった？めっちゃ美味しかった。危ないよ、すごい美味しかった。完全に歩き方がデブの歩き方してんで今。ん？腹前に出して。違う、反り腰なの。あ、そうね、うん、じゃあちょっと早いですけど、ホテルチェックインという前に、うん、ホテルのチェックインが2時からでござんすということで、カフェに行って時間を潰しますか？え、行かない。だってチェックインできひんよ。そっか、ホテルの前で待っとく。待って車だけ止めて。大丈夫だよ、行ったら行ったでやってくれるよ。ほな行くか。一応行ってみよう。うん、はいはい。で、行ってから行こう、とりあえず行こう。行きましょう、レッツゴー。はい、Still got a lot to give, so I said, hey, don't you wanna come? Come and run away with me. Hey, won't you come? Won't you come? And
では無事準備をまとめたので今からはチェックアウトをしていきたいなと思います。
今が10時半で本当は観光もしたいところですが、ちょっとこういう社会情勢なので、まあ、あとは大阪の方に帰りたいなと思います。はい、ということで帰宅しました。どうでしたか、この1泊2日旅行は。多分1本の Vlog になってるけど。楽しかった、すごく楽しかった、美味しかった。何が一番美味しかった？じゃあ何が一番良かった？温泉4回も入ったもんな。うん、私も入ってるよ。え、5回ぐらい入ってるの？入ってるよ。そっか。まあ今回もいい旅になりました。後始末というか、いろいろ片付けしたいと思うので、この辺で終わりにしたいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。